新富座は明治8年に森田座を解消して設立された株式会社組織の劇場。経営者は12代目森田勘也。所在地は京橋区新富町6丁目36.37番地。明治4年、明治5年に森田座が新富町に引っ越し、新富座と呼ばれたに正式に改名した。明治9年11月。 日本橋区スキヤ町の火災で累承し、翌年4月、新富町4丁目に仮劇場を設営。明治11年6月7日、ガストなどを配備した近代劇場を新設し、大々的な洋風会場式を行う。大乗大臣、三条耳をはじめ、各外国講師らも、基金として会場式に招待された。西洋劇場に習って、日本で初めて、 夜芝居工業を行う。リットンの儀曲、マネーを翻訳した、人間版時金予中3月や、ウェルノン一座を招いて、漂流期男性洋劇9月を、上演、九代目、市川段十郎による活歴が行われるなど、明治時代中期の演劇改良運動の場となった。明治十一年九月十六日、新設予定の歌舞伎座に対抗するため、市村座、中村座、 千と座と四座同盟を結ぶ。その後の新富座は、歌舞伎座と歩調を合わせながら、明治の歌舞伎黄金時代を築くことに貢献していった。明治43年松畜が買収して、同社の経営化に移る。そして、大正12年9月1日の関東大震災で、被災するとそのまま再建されず劇場は廃座となり、昭和8年に、歌舞伎座、明治座とともに、 小築工業株式会社に吸収合併された。現在、跡地は、京橋税務所と東京都中央都税事務所が立っており、中央区により、新富沢との説明版が設置されている。平成19年4月、地元の子供たちを集めて、新富沢子供歌舞伎が発足し、翌20年2月3日、鉄砲水成神社の節分祭で、3人、吉光ども白波が奉納された。 新富座春光地下市新聞修正明治編年史第1巻臨戦者1936から1940明治時代の芝居と劇場新富座森田貫也の大加熱写真の中の明治大正、国立国会図書館2014年3月21日閲覧ありがとうございます